も、こんにちは。こんにちは、さやかちゃん。こんにちは。今日も918に向けてリハーサルでした、はい、今日はつなぎの確認をしてブロック通しとかちょっとだけしました。もうあと9日、今日で9日です。9日後、早いね。 早すぎる。どう、今回今緊張するしてる？今は分かんない。分からへんか。でも楽しみやね。うん、楽しみ。今回は普通になんかライブって感じじゃないから、楽しみ。あ、チケット届いたよって。ありがとうございます。いい席でしたか？いい席、いい番号か。ひらりはさ、今までさ、誰かのライブとか個人的に行ったことある？個人的に、プライベート、なんか仕事でなんかあの誘われてとかじゃなくて。ない？ないかも。なんだ、チケットの用意とかあんまり分からへんねやなら。取り方が分かんない。やばそうなんだ。らしいですよ皆さん。でも確かになんかすごい有名なさグループなだったらさ、まだ座席とか分かるけどさ、うちらみたいなスタンディングのさ、うん、感じのライブとか分からんよね。それもそういうのあんまり分からへん。ん、今から大塚愛の誕生日ライブ、すごい、大塚愛さん今日誕生日ライブ、いいね、いけるんだ、すごい。 あまり良くない番号でした、ケタルスさん。あら、だけど意外と後ろまでいつも見えるもんね、うん、見えてます、みんな。ひーちゃんもオタクになったらできるようになるでやって。へえ、お、中野サンプラザであるんだ。今回もジュリンサラの間確保するから。え、どういうことですか？どういうこと、あれかな、サラとジュリンがよくおる場所の間にを確保したらどっちもよく見れる的な。なるほど。S 次だから知らない。S 次、 S って何？ S って、あ、S 番号にも AS とか A とかいい番号とかってこと？そういうことなんですかね。どうでしょうか。わかりません。私にはわかりません。もう難しいですね、そういうの。なんだろう、さっきまで知ってる人は知ってるんですけど、ラナがね配信してて、今ラナがなんだっけ、企画、なんだっけ、企画、あ、そう、イベント、イベントに参加中で、加てて、なんかそれに、なんかそれがあともうちょっとで達成なんですよ、うん、なので皆さんよかったら協力してあげてください。あ、SAB ってことか。なるほど。S が一番いいんですか？いいんだね。でもそれで値段とかって変わるんですか？ SPC 会員選考だと S みたいだね。ああ、本当だ。ケムさん。ラナは今ユキリちゃんとオリジンに行って
なんかお腹空いてもないのにオリジンでご飯を買いに行きました。あ、値段はでも値段変わらずさ、 S ってめっちゃ良くない？早い者勝ちみたいなことですか？ SPC でも多分番号は振り分けられてるんじゃない？はあ、でもね、実はですね、はい、私もなかなかいい番号をよく取るんですよ。そうなんですか？そうなんです。へえ、運ですかね。運ですね。おお、運です。同じ言葉ちょうどぴったり見た。超オリジン弁当のね、写真見たっけ、この前の。何ですか？あの時に送って、あの LINE に送ってなかった？あ、ですか。めっちゃ笑いました。イベントに行ったんですよ、この前一人で。で、いい番号だったんですけど、で、写真を撮るってなった時に前だったからめっちゃ顔映ってたよね。で、みんなに探してみてって言ったらすぐに見つかって、みんなめっちゃ笑うっていう、うん、もう運ですよね。でも一人で行った方が運なんだろう、連番とかじゃなかった方が番号良かったりするんかな。ゆうきりんって人からコメント来てる。どこ？あ、今言いました。あ、もうすぐ着くよ。お、ほんとや、待ってるよ。そう、こんサラたちが今、あ、来た。すいません、なんで私の配信来たんですか？なんかいなかったらイベント中はあかんらしい。ラナが、ムシがおらんかったらだって。でも15分やったよ。うん、いい感じだったか。そうなんや。でも15分やったよ。やる今から。あ、でも無理か。ということで、声がこだましてましたね。こだま、大玉、中玉、こだま。1時間なんや。そっか、なら無理やな。よいしょ。お疲れ。何買ったん？オリジンで。マカロニサラダと生ハムサラダ。ゆうきちゃんのファンの人は、じゃあゆうきちゃんが買ったものを今日夜ご飯にしてオリジンで同じもの買う。あとミネストローネも買ったよ。お、じゃマカロニとミネストローネ、生ハムサラダと、そうね、3つ。マカロニサラダ、生ハムサラダ、ミネストローネです。じゃあ、それじゃあツアーの告知に行きましょう。ツアー、あ、間違えた。何だっけ、918かの告知に行きましょう。はい、918、絶賛今リハーサルしております、はい、本格的にリハーサルで今日も滝のような汗が流れ落ちました。ひらりもドライヤーをさっきまでしてたぐらい髪の毛がびっちょびちょでした、はい、違うか。でもそれいうことなので、皆さん、でも昨日さ、あと 何人みたいなやつ来たやんか。何人？あ、ねえ、なんちゃんアイス食べる？残りチケット、もうほんまに少なかったよね。あとちょっとだから、ぜひお願いします。ということで、ラナちゃんが帰ってきたのでお腹いっぱいらしいですが、あ、始まったラナの配信なので、ぜひラナの方に行ってなんかふつふと投げてあげてください。それでは以上、平野空と西田ひらりでした。バイバーイ。バイバーイ。そうね、なっちゃんいるよ。なっちゃんとゆうきちゃんと空とひらりとラナでした。バイバーイ。バイバーイ。ありがとう。